先生、こんばんは。軽度知的障害、発達グレー,、えー、適応障害で通院中の26歳女性です。小さい頃から周りとうまく馴染めず、学生になってからは浮いた存在になり、小中7年間ほどいじめを受けてきましたと。家族の仲も悪く、ストレス発散の道具として、えー、扱われ続け、自分自身を傷つける毎日でした。ひどいね。その影響を、 か自分を傷つけるリスカアンド自分を責める癖が抜けず今はタバコとお酒にも逃げこんな自分が大嫌いですもう生きるのに疲れましたとだからなんかこう子供の時から大事にしてもらえなくてで家族からも大事にしてもらえなくてもう自分のことをなんかすごくこう傷つけちゃうようになっちゃったってことですね。うん いや、だから、ひどい、ひどいというか、かわいそうなんだよね。うん。かわいそうっていう言い方が、なんか、すごくこう、えー、人によっては、なんか、失礼ない言い方に聞こえるかもしれないけれど、うん、なんだろうな。でも、他に何て言えばいいかわからないですね。なんか、すごく、不運が続いている人ですよね。うん。そして、その、優しいんだよね。だから、本来だったら、そんなことあったら、人を恨むんですよね。いじめたやつが悪いんだろうとか。 家族が悪いんだろうって思うんだけど、そう思わず自分を責めちゃうっていうことだよね。だから、だからまあこういうね、僕みたいな、僕の YouTube なんか見ているというか、<laughs> ねいや、本当にそう思いますよ。だから本来僕の YouTube って誰が見るべきかっていうと、こういういじめをしていた人たちだったり、ね、このいじめ子を育てた親たちであったり、そして、その、 ね、親なんだよね。親とか家族が僕の動画を見て欲しいんですよね。だから、傷ついた人たちだけが見るんじゃなくて、傷つくき、傷つけたかもしれない人たちとか、今後傷つけるかもしれない人たちにこそ見て欲しいんだけれど、見て、ちょっとね、暗い話かもしれないしね、ちょっとこう難しい話かもしれないけど、そういう人たちに、にこそ見てもらていたいのに、結局見てるのは、 苦しい人たちだよね。ほんとそう思いますね。時々それはすごく、うん、なんか腹が立つことがありますね、僕も。うん、そう、さっきの YouTube の再生回数減ったとかじゃないけれど、うん、時々腹が立つことがあるね。うん、なんかこう、すごくこういや、ニッチで尖ったことしてるねとか、 なんかこう、無視されてるとは言わないけれども、んなんだろうな。そういう感覚に襲われるときってすごくありますね。僕も。んなんだろうな。そう。そんな感じがする。なんかそれは僕が医師だけれど変わったことをしているからというか、いや、精神科医でなんかこう、YouTube とかでやって情報発信してて偉いね。 なんか言葉では言ってくれるけれど、なんかすごくこう、うん、無視されてる感じがあるときあるね、うん。それはなんか、うんなんと、何なんだろうな。多分、僕がそういうあなたたちのような気持ちをすごく僕は吸い込んじゃっているからかもしれないね。うん うん、でもなんか本当にその、そうだね。やっぱりおも思いますね。なんか無視されてる感じっていうのはやっぱりあるね。うん、でもまあ、それはせ世界の人たちとか社会の人たちみんながそんな僕の動画を見て、うん、なんかうーって考える時間が毎日あったら、それはそれで社会として不健康な気もするけれど、うん、でもなんか本当になんだろうなっていう気はしちゃうな。とにかく自分を責めることはないと、必要はないと思いますね。 うん、あのゆっくり良くなってもらいたいしあのちゃんと治療を受けてもらいたいなと思います。はいうん